序盤がはみ出る問題問題問題だね。これだ。そうなんですよ。もらった着物とか着てると自分の長い序盤と合わない、うん、で意外に、うん、お茶会とか行くと意外にみんなねはみ出てる意外に皆さんはみ出てる。そう、もう言ってあげたいんですけど、ちょっと知らない人だったりすると言いにくいんだけど、はみ出てますよっていつも言いたいのに言えないでこうやって。でもトイレで一緒に直せるよね。そうね、そうですよね、うんうんうん、ということでどうやって直すかというものを、まずはアイテムをご紹介します。これは私がカバンの中に入れている化粧ポーチなんですけど、口紅とファンデしか入ってないちっちゃいポーチなんですけど、ここにはいつも見てください、安全ピンが4つも付いています。すごい。なぜかというと、うんうん、もうこういう時ですよ。こういう時、もうあの、着る時は気がつかないんですけど、うんうん、後で電車に乗ってる時とかに、うん、出てるってなった時に、うんうんうん、こういうあの化粧ポーチに安全ピンを4つぐらいつけていると、これで治るんです。これすごい賢いよね。賢いでしょ、賢いでしょ。だからいつもね安全ピンつけてる、ここに持ってる。すごい、私も真似しよう。はい、で私の直し方でいいんですかね、しゅうこ先生に聞いた方がいいかな。いやいや、私はなんかあのここで折ってここで安全ピンで止めちゃうんですよ。あ、一緒。あ、一緒。もうこれ完全に一緒。完全に一緒、うん、はい。でもうこれ何のルールもないじゃん、うん、見えへんとかだとどこでもよくて、そう、着物の上に響くかなと思うんですけど、意外に響かない。わかります、ね、直したの全然わかんないでしょ、わかんないでしょ。それで言ってもう出ない、長襦袢出ません、うん、絶対出ない。こっちもチラッと出てますけど、うん、ちょっと今からこれで帰るんでね、これで直しますけどね。人間の左右差ってすごい出るやん、お袖で手の長さがね、そう違うから、こっちもね、こっちの手方とこっちの方に出て方が違うよね。そう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 、これ本当に全然デリケートじゃない人でも誰でもできるんだよね。そうそうそう、なのでいつも安全ピンは持っといてください、うん、持っとこ持っとこ、はい、直美ちゃんのこの、あの何、あの素晴らしいおばあちゃんの知恵、おばちゃんの知恵袋みたいなね。はいはい、これも含めて皆さん、あっという間に治りました。それは一箇所だけでいいの？全然一箇所で、私一箇所しか止めません、うん、そこ一個だし、うん、一箇所だけでね全然治る。だけどこんな簡単なのにお茶会に行くと、うん、10人ぐらいいたら2人ぐらいね出てるいつも教えてあげたい、でもあなたのことを直接知らないし、2、3回会った程度の人も言いにくいですよね。言いにくい、言いにくい、ね、裏によってあの地盤出てますよとかね、あの汗っぴり持ってこれで治りますけど治しますかって言いそう。なかなかさ2回ぐらいこんにちはって言った人にはさ言いにくいやん、やっぱ。いや、これだけじゃなくって、うん、結構その直すの言うのは勇気いるよね。勇気いる、勇気いる、なんかね。そうで、またお茶会とかだとすごい偉い感じのベテランな方が出てたりするともう恐ろしくて言えないもう見て見ぬふりするしかない。でも気になるの、すごく気になるの。だからいろんなね作法をしながら、あ、出てるって、もうそこしかもう途中からねお茶会でね、いい道具が出てるの、集中できない。もういい道具がこっちにあるのに、この人の袖が気になって、袖が気になって集中できないから直してほしいんだけど、でも言えないみたいな。これ見てぜひ直してください。ぜひともあの安全ピンを持ち歩いてください。そう、これ本当にね、どんな即直る、どんな人でもできるもんね。即直る、めっちゃ不器用でもできるから。そうそうそう、出てないでしょ。そうそう、なのにね出てる人多いんですよ、意外に。例えば初めからちゃんと仕立ててる時はこうやってさ、微妙にきちっとそう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 、あの身を控えるんだけど、うん、この場合は人からもらったりとかね、こうめっちゃ内側になってようが全然かわいいね。ここに合わすように直す必要はないのよ、うん、もう中やったらどこでもいいんだよ見えへんかったらいい、見えへんかったらいい。でも、ね、着物着れば着るほど、いろんな着物を持ってる人ほど出がちある。そう、初心者は多分長襦袢と着物と一緒にあつらえる人が初心者は多いから絶対そうならないんですけど、ベテランに限って出てる。でお茶の先生に限って出てるから、ついついこう目が目がいってしまう。だから皆さん、あのお気をつけくださいまし、ドギマギドギマギ、安全ピンは便利です、便利です、持ちます。